石田はじめみのるは、日本の元政治家、公明党所属の元衆議院議員、農林水産副大臣、厚生労働副大臣、衆議院経済産業委員長、公明党政務調査会長、公明党副代表、衆議院総務委員長等を務めた。高知県高知市生まれ。1970年、高知県立高知おって前高等学校を卒業し、 電気通信大学に入学するが、翌1971年に中退。その後1971年に創立した創価大学文学部社会学科に入学し、1975年に卒業。1978年、創価大学大学院文学研究科修士課程を修了。1979年、東京都庁に入庁した。九百九十年、 第39回衆議院議員総選挙に公明党公認で高知県全県区から出馬し、得票数4位で初当選した。1993年の第40回衆議院議員総選挙では、得票数3位で再選。1994年、公明党の回答に伴い公明新党を経て、新新党に合流した。1996年の 第41回衆議院議員総選挙では、新進党公認で、高知一区から出馬。この総選挙では、高知一区で自由民主党が候補者を擁立せず、日本共産党の山原健次郎、旧民主党の後藤正樹、石田の3人を中心に議席を争い、山原が当選。後藤は比例復活したが、重複立候補していなかった石田は落選した。 1997年の新新党回答により、新党平和を経て公明党の再結成に参加。2000年の第42回衆議院議員総選挙に公明党公認で高知一区から出馬したが、自民党の福井寺市、民主党の後藤に敗れ、再び落選した。2003年第43回衆議院議員総選挙に公明党公認で比例四国ブロックから出馬し、 7年ぶりに国政に復帰。2006年衆議院経済産業委員長に就任。同年9月第1次安倍内閣で厚生労働副大臣に任命された。2008年福田康夫改造内閣で農林水産副大臣に任命され、麻生内閣まで務める。2014年9月新設された公明党中央幹事会において、 会長代理に起用された。2015年10月、石井慶一の国土交通大臣就任に伴い、石井の公認の政務調査会長に起用された。2020年9月、政調会長を退任し、公明党副代表に就任。10月、衆議院総務委員長に就任。2021年10月14日、衆議院解散にあたり、大田明弘 全代表たる6人の同志と共に正解引退を表明した。ありがとうございます。